皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます川田忠久でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日はですね、これ後ろの画面がですね、こう夕日のですね、なんか画面なんでしょうか。まあ、あの周りも含めて本当はだんだん秋らしくなってきてですね、まあ、あの10月、今日は今日も降ってですね、本当にまあ寒い日ではございましたが、今現在選挙戦ですね。まあ我がキャスターの本間奈々さんも頑張っておりますが、私もあの自民党のですね選挙ということで、地元は和田義明さんの選挙をまあ一生懸命手伝っているところでございますけども、まあなんとかですね、一生懸命ですね頑張りましてですね、でまあ大事なことはどの政党というよりもですね、まずはきちんとした形でですね、日本の舵取りができる方々を選んでいくということ、そのことがまあ大事なんだろうなと思いでですね、今頑張っているところでもございます。まあ、どうかですね、期日前投票も始まりましたし、そしてですね、投票日は31日でございます。まあ、ご覧になっている方はほとんどですね、投票に行かれるかと思いますが、日本の独立と尊厳、まあ、なかなかこれを言ってですね、これに合致する人ってどれだけいるかっていうのは確かにあるにしても、ベストでなくてもベターな方をですね選ぶべくですね、どうか皆さんですね、よろしくお願い申し上げます。本日はですね、ニュースピックアップということで、さまざまなニュースをお伝えしてまいりたいと思います。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送でございます。常に皆様方と共に歩んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などから一切支援を受けておりません。北海道民、日本国民に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では放送されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながら、これからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。具体的なご支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者、広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜日まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします。広告はご不要という方も大歓迎です。また月々のご支援がにも単発でのご支援も承っております。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速始めてまいりたいと思います。ニュースピックアップでございます。ニュースピックアップでございます。で今日ですね、あのゲストで荒木和弘、特定失踪者調査会の代表でございます荒木和弘先生をお招きいたしまして、実はその以前ですね、これは公示前でありますけど、衆議院選挙の公示前ですが、産方幸男さん、まあ、立憲民主党の衆議院議員の方でございましたが、この方が、まあ、拉致被害者の方は亡くなってるんだからということで発言して、まあ、これ非常にマスコミでも、まあ、珍しくですね、かなり報道されまして、まあ、結果として謝罪はしましたが、今現在候補者として、まあ、選挙戦を、まあ、戦っているわけでございますけど、まあ、あの産方さん の、 その個人的な部分がどうだっていうよりも、この発言の趣旨、やっぱここの部分を深掘りしていくってとても重要かなと思いましてですね、まあ、一緒にですね考えてまいりたいと思いますが、あのいかがですかね、まずお話受けたまりたいと思いますが、そうですね、これ拉致被害者はね、例えば今日元気だったとしても、はい、明日どうなるかって分かんないわけですよね、はい、だからそういうその亡くなるかもしれないっていうことは常にあるわけで、だからそれに対する判断っていろいろあるんでしょうけども、まあ、あの産方さんの発言のやっぱりいくつかの問題のうちの一つは、それを確認もしないで言っちゃったということもあります。でそれから私はそれ以上に問題だと思うのは、あの亡くなったんだよっていうふうに言って、であの言い方だと、このだからもう問題はないんだみたいなね、というふうに聞こえてしまう。
でもしだから本当に亡くなったんだと思ってるんだったら、それはもう復讐しなきゃいけないですね責任問わせなきゃいけない、うん、そういうことは全くないっていうのが、私はそっちの方があのまたもっと大きな問題だろうと思うんですが、まあ、あの彼がその言ってたように、いや自民党の議員もねみんなそう思ってんだと、まあ、みんなっていうのはちょっと語弊があるけども、でもやっぱりそれは自民党も含めて与野党にそういうことを思ってる人がたくさんいることは間違いがないですよね。だからここら辺でこの問題を一つのきっかけで一旦洗い直してみる必要はあるんじゃないかなと思いました。まあ、そうですね。いや亡くなってるんであれば、そしたらどうして亡くなっているのかということをあなたがご存知で、うん、でどうして、その発言をしたのかっていうのはやっぱり説明していただきたかったですよね、うん、多分もしかすると漠然とですね、長い時間がかかってるからということで言ったんだとすれば、まあ、とんでもない話というよりも、もうそもそももう日本人の目線じゃないということですよね、うん、私ね思ったのは、例えば自分の子供とか息子であればですよ、もうそういった場面を見ないんであれば、うん、最後の最後まで生きてるんだってことを信じるって、これ多分親心としては、うん、世界ある意味世界共通だと思うんですね、多分そう思うんだと思うんですよ、うん、だからその感性で考えればまだ生きてるんだと、だから一目でも会いたいんだと、そして、もう抱きしめたいんだというふうにですね思うのが当たり前であって、これ被害者視点からの話ですよね。だけど多分もう客観的になってるってことは、まあ、北朝鮮目線っていうよりももう違うなんかステージに行きたいんだっていう話に聞こえるなと、もう僕は思っていたところなんですが、いかがですかね。まあまあ、おそらくあの人の情報というのは、石井はじめさん、と仲いいって自分で言ってますから、その石井はじめさんから来た情報でしょう。で石井はじめさんから来た情報ということは、まあ、送電筋から流れてきた情報ということで、北朝鮮としてはやっぱりもう死んだということで終わらせたいという思いがものすごくあって、いろんなルートでその情報を流してますから、まあ、その情報戦に乗っかっちゃってると、まあ、本人がどこまで意識してるのか分かりませんけども、ということじゃないかなと思います。この産方さんってこれでもジャーナリストなんですね、うん、これはまあウィキペディアのですね、あの情報の範疇なんですけど、ですからどの視点で、ジャーナリズムをやっていたのかっていうのがもう本当に一目瞭然なわけであって、やはりこの実は立憲民主、またその前身である民主党、そしてその前のこう社会党ですよね、まあ、非常に北朝鮮と関係が深かったですよね、はい、うん、これ札幌においても金剛山歌劇団っていうのが、まあ、来て いたわけでありますけど、毎年こう11月ぐらいに来るんですけどもね、うん、でそこのその金剛山歌劇団の、冊子の広告に、札幌民主党とかって書いてましたからねだからもうね、実は北朝鮮の関連で言うと彼らもずっと密接で、うん、特に朝鮮総連との関係が深いんですよ、うん、ですから、絶対に日本人目線にはならないんですよ、うん、このことはですね、まあこれ自民党でもね日朝議連に入ってる方いますから、うん、まあ党派問わずと言えばそういったことなんですが、うん、ただ自民党場合はこうどっちかというと国会対策であるとか、うん、まあ、我々であれば地方の議会の対策としてまあちょっと付き合いで入ってるとかのが多いんだけども、うん、でも彼らはちょっと違いましたよね、うん、そういう意味では、うん、だからもう多分ああいう発言の一番の根本は何かって言ったらもう北朝鮮目線なんですよね、ですね、まあ、本当にね今立憲の中も山いろんな人がいて、まあ、思想信条も、まあ、千差万別、まあ、これはまあ自民党もそうなんですけどね、だからちょうど立憲の拉致問題対策本部長の森裕子さんがやってて、産方さんの事件の間で大騒ぎになった後で電話もらったんですけどね、いや私明日代表質問で拉致のこと聞こうと思ってんだけどどうしたらいいのかしらみたいなね感じだから、まあ、立憲の中で拉致問題一生懸命やってる方々からするともうこんないい迷惑はないという、うん、ことなんでしょうけど、まあ、この際、ね、立憲民主党の中でもそういうものをちょっと整理してもらって、やっぱりその日本のためにならない人はちょっとどうにかしてもらいたいと思いますよね、うん、やはりですねこの実はやっぱりこの政治家の認識、そしてこれ役所も多分そうだと思うんですよ。でこの拉致問題について言いますと、この解決に至らない大きな要因の一つになっているのはその現状認識ですね、うん、
で被害者認識があるのか、または、これはもう主権の侵害なわけですよ。国内からほとんどの方がですね連れ去ってるわけですから、その認識ですよね、これを克服しなきゃいけないんだというですね、そもそもそういった意識が全くないところから出た発言と、ですね、まあ、ここが一番ですね、まあ、大きな問題じゃないかなというふうにまあ考えているところでもあります。まあ、どうですかね、まあ、最後に、もう今のお話の続きで言えば、これもそうそう、そのさっき名前出した森裕子さんが昔質問したんですよね、細田官房長官に、はい、で、どうやって具体的に拉致被害者取り返すんですかと聞いた時に、細田さんの答弁が、拉致被害者というのはその北朝鮮の中にいて、その北朝鮮は主権国家だから、その中にいる人は向こうが全ての権限を持ってるんだと。だから北朝鮮と話をして、で向こうが実はおりました、返してきますって言ったら帰ってくるんですって。これ本当にですね、参議院の確か内閣委員会だったかな、本当にこれ答弁してるんです。でこれ別にその細田さんが特別なんか北朝鮮寄りというわけではなく、逆にその要は歴代内閣、これはもう別に民主党政権になってからでも、それからまた自民党戻ってからでも同じだと思うんですけど、もう歴代内閣の根本的な方針ということなんじゃないかなというふうに思います。だからまあそういう意味で本当に生方さんの発言っていうのは、あれきっかけにしてちょっとみんなもう一回全体見直すきっかけになれば、ね、まあ、それはそれでいいのかなと、常々私もこの番組でお話ししてるんですが、今の政府が日本政府かどうかって今一度僕確認する必要性あるんですよ。日本人の政府なのかどうなのか、これね、なんかお前ちょっと考えすぎじゃないかっていう人もいるんだけど、そうじゃなくて結局そこなんですよ。その武力紛争っていうのは常に想定していない、想定してはいけない。そしたらでも現実起きた時にどうするかって言ったら、日本の主権でどこまでできるかっていうことなんですよね。これ密接で、仮に日本が独自でした連れ戻すために自衛隊を派遣したとしても、多分ですねこれアメリカとかから言われますよ、なぜ勝手なことをしたんだと。それでまた大きなですね紛争になった時に、それはお前の責任だと。でもそれは言うのは当たり前なんですよ、アメリカからすれば。それはでも我々からすれば日本人の問題だということをですね、ここでしっかりと言わなきゃいけないんですよ。日本の主権の問題ですからと。でそういうことを言うつもりがないっていうことなんですよ。絶対に言わないってことは主権意識がない政府と。これですね、まあ今選挙戦やってますから、私もこれ以上は申しませんが、どうかですね、それを意識を持っている議員が多く所属しているところはどこなのか、ここの視点でですね、どうかですね、この選挙戦、もう唯一皆さんが、一般国民の皆さんが物申せる一つでありますので、まあ、そういう意味でですね、まあ、この生方さんの話をですね、中心にですね、まあ、皆さんお届けしてですね、また考えてまいりたいと思います。
ニュースピックアップ、選挙に絡みますが、寿都町長選挙でございます。この番組ではですね、たびたびですね、お伝えしておりますけども、とうとう寿都町の町長選挙もですね、10月21日に告示となりました。これ衆議院は公示なんですけど、地方は告示なんですよね。まあこれですね、いろいろとこうちょっと言い方が違うんで、まあそのことは皆さんにお伝えしたいと思います。で、告示となったわけであります。で、これですね、まあ、寿都町長選挙でやっぱり言われるのが放射性廃棄物の処理の問題でございます。まあ、文献調査ということで、現職の片岡町長さんがですね、受け入れて、まあ、これに反対するということで、まあ、とにかく北海道新聞をはじめとしてですね、反対の、まあ、一色でプロパガンダをしているわけでございます。まあ、彼らはですね、まあ、中国とかの核はいいんだけども、日本でやっぱり核技術っていうのがですね、最初から最後まで、きちんとですね、技術開発がされる、これはやっぱり困ることなんですね。これダメなことなんでしょう、彼らからすれば。まあ要するに日本人の視点ではなくてですね、それは外国の視点から言えば、まあ、そうなんだと思います。ただ日本においてはちゃんと最初から最後までどのように安全にですね、管理をして、そして最後の処理までするか、このですね、私は、やっぱり調査をしっかりしていく、このことは大事だと思っております。まあそれに反対するということで、この越前谷義樹さんがですね、まあ出てるわけでございまして、まあ、久しぶりの町長選挙ということですが、ただ放射性廃棄物だけではないですよね。この寿都町においても産業の振興発展、まあ、例えば漁業を中心としてどのように発展をさせていくのか、まあ、農業もあると思います。まあ、こういったこともですね、当然語られなければいけないことですし、そして、住民の方々に対するいろんなですね、福祉的なケア、まあ、そういった視点でですね、いろいろとやってきたことを中心にですね、片岡町長としては戦っていくようでございます。まあ、実績として寿都町はですね、まあそういう意味では非常にですね、いろいろな部分で国からお金を引っ張ることによってですね、まあ、発展もさせてきた部分もあるかと思います。ですので私としてはですね、ぜひとも片岡町長に再選をしていただいてですね、でしっかりとした形でですね、放射性廃棄物の最初から最後までの処理、これをですね、調査をしてですね、そして我々としてもサポートをしながら、安全もしっかり確保しながらですね、やはり原子力エネルギーっていうのはですね、これそれこそ今ニューカーボンとかですね、言われてるわけですよね。でも再生エネルギーだけでは北海道はじめこの日本そのものを賄うことはできないわけであって、しっかりとした基本的なエネルギーっていうのを確保しなければならないということも考えるとですね、この最初から最後までの調査っていうのは、それこそ道の条例で何回も見せますけどもね、あるように調査をすること、このことは否定されていないわけでございます。ですのでしっかりとこの日本国内において核の技術、原子力技術というものをですね、向上させていくことは私たちの安心と安全にもつながります。まあ、先週ですね、ガソリンの価格の高騰というのもお話ししたかと思います。まあ、とうとう164円でしたかね、もうどんどん上がってきて、まあ、場合によってはですね、これが180円、もう本当に200円、まあどこまでいくか分かりません。これが灯油も含めて上がっていくということは、我々北海道民はこれから冬を過ごさなきゃいけない我々にとってはですね、大変なことになるじゃありませんか。で、これの一つの原因が、まあお伝えしたようにですね、EV であるとか、またはこのエコエネルギー、これがですね、非常に大きく作用してるんだと、要因の一つになってるんだということ、このことも考えればですね、我々が本当にそしたら基本的な火力を
火力エネルギーで基本的な部分を賄わないで再生エネルギーだけでですね、北海道の産業や生活ができるか、このことはですね、今一度考えていく必要性もございます。で、 CO2 削減って言いながら森林切ってってんですよ、皆さん。これどうですかね。まあ確かに今木材を使っていくっていうことは大事ですけど、やはり木を切った後は植林しなきゃいけないですよね。その代わりに太陽光パネル設置しちゃうんですか。私はこのこともですね、問われなければならないことだと思っております。すなわち今の日経新聞をはじめとしてですね、こう経済界もそうですが、まあもう今9割、まあ、とも言われてます。大体統計でも7割は中国製と言われるこの太陽光パネルをですね、そして日本製であっても部品が中国で使われている、作られている。でもしかするとウイグル自治区で強制収容されたウイグル人に作らされている、そういった疑念もある中においてですね、果たしてですね、私としてはこの太陽光パネルをそのまま称賛していいものかどうなのか、このことはですね、考えていく必要性はあるかと思います。そういう意味において、やはりしっかりとした電源を確保する、私は片岡春雄町長に再選をしていただきましてですね、そしてしっかりとした形で私たちの基本電源、これをどうあるべきなのか、その一つに原子力があるのであれば、しっかりと安全な形で最初から最後まで調査をしながらですね、使っていく、このことが私は重要である、その視点からですね、応援をしてまいりたいと思います。次はですね、成人式のお話でございます。まあ、札幌ではですね、今年の1月の成人式は中止となったわけでございますが、来年はですね、成人式一応やるということで発表があったところでございます。まあ、従来通りですね、各区の実行委員会が実施するということでありますんで、このホーム、札幌市のホームページにもですね、会場等が載っているところでございます。まあ、あの成人式ですね、今年辞めた時は、まあ、やはりですね、この晴れ着ですね、娘さんのこの晴れ着と姿を見たいっていうことで、まあ、かなりの方からも言われましたし、まあ、一時はドームで、分けてやっていくかとか、まあ、いろんなスタも出した形でございますが、まあ、今この武漢肺炎もですね、収まりつつあるというふうに、まあ、報道ではなされているわけでございますし、現に、まあ、札幌でもですね、まあ、今こういうような状況で考えますと、まあ、やはりこれからですね、このウィズコロナってよく言われますが、まあ、コロナ終わったあとどうしていくかということで、まあ、今ですね、観光をはじめそれから飲食店も含めてですね、いろいろと対策が必要だということでですね、なっているわけでございます。まあ、この成人式ですね、まあ、やはりやれるんであれば、これはもうやった方が絶対にいいんだと思うんですね。もうやっぱりお子さんをお持ちの方、もう特にやっぱり女の子をお持ちの親御さんはですね、この成人式の晴れ着姿っていうのをやはり楽しみにしているということも考えますと、まあ、やはりその思いを考えればやれるであれば、やらなきゃいけない、やった方がいいということだとは私は思っております。ただまあこれももちろんですね、今の武漢肺炎が、まあ、いろんなこう変異株がある中において、来年の話ですからどうなっていくのかっていうこと、まあ、これはですね、今の状況では計り知れないところでございます。で、もちろんこの成人式だけではなくてですね、札幌のもう一つの冬のメインイベントであります雪まつり、これも今どうするかということでですね、まあ今検討されております。この実行委員会で決めていくわけでございますが、まあ、多分来月末ぐらいからですね、最終的な決定がなされるんだと思いますが、まあ今の現時点ではですね、まあ中規模の
雪像にしてですね、そしてやっていこうかという意見も出ているようでございます。まあ、これも雪祭りは観光客があっての雪祭りでございますから、当然、海外からの観光客っていうのは全面的には受け入れることはできないわけでございます。来年であってもですね。また北京オリンピックに向けてですね、いろいろとある中において、まあ、国際情勢も考えますと来年の1月2月っていうのも今の現時点では計り知れないです。これですね、この番組撮ってますから来年の2月過ぎとかってどんな報道がなされてますかね、わからないわけでありますが、まあ、タイではですね、報道もこれからなされるとは思いますが、全面的に日本からの入国っていうのをですね、まあ、解除していくということでありました。すなわちこの隔離条件っていうのがないと、隔離が免除されるということでございます。まあ、もちろんですね、このワクチン接種完了から2週間以上経過していることであるとか、まあ、医療保険に加入してあるとか PCR で陰性であるとかっていうのは求められるようでございますが、やはりこのタイとしてもですね、一番困るのはこの観光ですよね。まあ、タイの観光庁によれば2019年タイを訪れた外国人は約4000万人ですよ。で、日本人は約180万人ということで考えると、やはりこの観光の部分っていうのが一番彼らにとってこう経済的に痛手を被っているということで、まあ、大体できるところできる国からは受け入れをどんどんしていこうと、要するにきちんと、まあ、医療体制が整っている国からは入国をどんどんしてもらおうという趣旨なんだと思うんです。これ北海道で鈴木知事がですね、どんどんウェルカムっていう話でしておりますが、これ中国の今の数字皆さん信用できますか？やはりだんだんこの部分で入国を解除していかなきゃいけないというのは日本でも多分ですね、今衆議院選挙の中では絶対言わないと思いますよ。ただ終わってからはそういった議論が出てくるかと思います。そういった中でこの1月2月やはり北海道も観光というのは一つのメインの産業だったことは、これは間違いないことがあります。もちろん農業とか今大打撃をですね、赤潮で受けている水産ももちろんメインではあります。農林水産はメインでありますが、この観光という部分ですね、この部分をどうするかというのはこれから議論があって、だからその成人式のこの先ほど言いました1月はとりあえず解除しますよということで、1月はまあとりあえず正式やりますよということで、まあ、どんどんそういう雰囲気が出てきた時にですね、この議論をどうするのか、今のマスコミの報道そのものも果たして何か意図があるのかないのか、こういったこともですね、真剣に考えながらですね、まあ、これからもこの番組を通じましてですね、皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。以上すべて終了したところでございます。まあいろいろとお伝えしたところでございますけども、まあ、ここでですね、皆さんもご存知かと思いますが、さくらの本体ですね、日本文化チャンネルさくらの本体が、配信停止がですね1週間早まりまして、まあ、解除となりました。これ本当にどうしてこれが配信停止になったかっていうのはもう非常に不確かなところは多々あります。すなわち今ですね、我々チャンネルさくらで真実を伝えられては困ることっていうのはたくさんあるんだと思うんですね。で、その中で、結局こういった配信停止にもなったんだと思います。まあ、この部分も考えてみますと、今後ですね、
いろいろな妨害もあるかとは思いますが、私たちは日本の独立と尊厳、これがですね、しっかりと確保されなければならない。して日本人の政府としてですね、やっぱり存立をきちんとしていかなければならない、この視点からですね、今後もめげずにですね、活動は続けてまいりたいと思います。しかしながら、やはり今の日本周辺の状況でありますとか、また国内も含めてですね、いろいろと従来のような生活とは違って、この武漢肺炎も含めてですが、国内みんながですね、混乱したり、または周辺自体も危機的な状況になったりすると、やはりだんだん真実の一つ一つがですね、都合が悪い人たちってたくさん出てくるんじゃないでしょうかね。特に来年の北京オリンピックに向かって素晴らしい状態でやるんだというのが、こう日本のマスコミの中でもですね、作り上げられてしまっていたら、それはちょっと考えなきゃいけないですし、私たちはこの既存のマスコミっていうのをですね、よくよく注意をしながらですね、ご覧になっていただいて、そして皆さんと一緒にですね、本当の真実、そして日本の独立尊厳というものは何であるのか、これをしっかりと守っていくことが大事なんだということでですね、この番組も続けてまいりたいと思います。どうかですね、その視点で我々も頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いします。そして来週もですね、元気に各キャスター、日本の独立と尊厳を踏まえた形でですね、さまざまなことをお伝えするかと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。